はい、どうもこんにちは、ホッセルと申します。今週もね、先週の競馬を振り返りながらギャロップレーサー8で遊んでいこうかな。で、このメモリアルクエストっていうモードで今日は遊んでいってみようかなと思う。クエストとして再現された過去の名レースにそのレースの主役となった馬で出走することができるというモードらしいです。それではやっていく。クエストをクリアするとゴールドを獲得できつつ、強い勝ち方をすると特別なボーナスがあるかもしれませんよ。わかりました。クエストの進行状況を確認することができる。クリア済みのクエストには星マークがつくと。なるほど、無敗の皐月賞馬アグネスタキオンとか、兄弟に続く G1 勝利ダンフィン・イン・ザ・ムード、それぞれの馬に乗ることができるってことか。クリア条件が一着。あ、なるほどね、面白い。過去の名馬に騎乗してレースを再現しろと言ってんのか。わかった、これ実況向けじゃない？だけどこういうモードってオッズとかもこれ当時の再現だよね。でプラスこの枠順とかも再現なのかな。懐かしい。まあ、まだ馬券買える年ではなかったけど、単勝 1.3 倍だったか、アグネスタキオン。懐かしいね。ダンスクレームとかも小馬になってからも活躍したよね。すごい懐かしい出馬表なんだけど。はい、それではやっていく。1.3 倍、単勝 1.3 倍になるほどの力の差って多分ないと思うんだよね、これ。だけど、アグネスタキオンはなんだかんだで3歳、皐月賞までだったか、で引退しちゃってるから、加えてジャングルポケットはね、コバになってからも活躍したから、ステータス的に言ったらだからハッタハッタの部分があるのかも。この3歳のこの時点ではアグネスタキオンの能力が多分高いと思うけどね。ただ単勝 1.3 倍になるほどの力の差はないと思う。追い込み場ばっかりに乗ってたから多種馬の操作が結構馬群の中に入れて折り合い保つのって難しいんだよね。ただ差し先行と客室に幅があるから前寄りで立ち回ってもいいかもしれない。このぐらいの位置取りでも普通に立ち回れるよね。かかりそう。黄色の状態でももうかかり気味なんだ。左下の折り合い青をキープするのが一番だけど、差し馬先行馬とかの騎乗難しいよね、このゲーム。今のところはいい位置で、先週か、日曜日が新山記念、月曜日がフェアリーステークスだったよね、3連休で。ちょっと待って、バグ割らないと。で、新山記念で1着になったのがピクシーナイトか。確か逃げ切りだったよね。いや、実はこの3連休であんまり競馬見れなかっただよ。なんでかって言ったら、俺の居住地がね、先週から今週にかけての寒波の被害を受けた地域で、なかなか予想する時間もない上に中継見る時間もなかったんで、ね、そもそも俺会社で寝泊まりしていたからね。マジでやべえわ、ゴミすぎんだろ。動画収録とかも全然できなくて、はい、なんとかクリアしたね。これでどんどん解放されるってことだよね。で、先週もちらっとなんか俺言ってたんだけど、先週だよな、先週半ばくらいに言ってたんだけれども、なんかツイッター上ではね、3枠5番に入ったダディーズビビット、結果は7番人気で11着だったんだけど、この馬がいいっていうようなツイートが多くて、もう本当にダディーズビビットからしかもう買うつもりがなかったと言っても過言ではないぐらいの、予想する時間とかもなくて感じだったので、このダンディングムードもやるかなので、もう本当にド外れですね。ダディーズビビット絡みのワイドとかで結局1着馬3着馬とか持ってたんだけど、ダディーズビビットが本当に3着以内に絡まないと、もう本当にとにもかくにも当たらないっていうような、そういうような
回目で勝ってたから、ただルメール騎手騎乗のククナが4着に敗れたよね。このレースはククナ一本かぶりで人気集めてたけど、人気ほどの実力差はないような感じだったから、どっちかって言ったら穴道にはなかなか結構面白いレースだったんじゃないかな。今スタートしました。俺もククナ軽視してたし、まあ、当然まるっきり消しっていうわけにはいかないけれども、評価としてはそこまで高くなかった。ダディビビットが絡んで紐からとかでも結構荒れたりとかして、結構高配当つくかと思って、そういうふうな買い方してた。で結果ククナー飛んで高配当はついたんだけれども、ダディビビットが来なかったから馬券は外れたっていう感じだよね。まあ、そもそも2着のルークスネストも俺勝ってなかったんだけどね。まあ、センスなしとはまさにこのことを言ったところか。ここの最後残り 600m 切ってからかかっても多分大丈夫でしょう。というのが新番記念だったな。中継見たかったけどね、ものすごい足で4番が突っ込んでくるが、時すでにお寿司といったところか。なんとか勝てたのは危なかったけど、だから新山記念に関してはダディビビットが飛んだ時点で、まあ、俺の日曜日は終了したというところか。続いて月曜日のフェアリーステークスは、あ、こちらもルメール騎乗、日曜日に敗れた鬱憤を晴らさんと言わんばかりにファインルージュという馬に騎乗して差し切り勝ちしたんだったよね。ペースが速くなっちゃったっていうのが、まあ一番の勝因だよね、ルメール騎手は。俺は2着馬、3着馬、4着馬の、ワイドのボックスと3連複1点持ってたんで、このレースは当たりました。的中ですね。1着4着逆だったら結構でかいことになってたんだけど、まあ、それはよく出しすぎといったところだね。なんか2着馬と3着馬が重馬場の経験があって、その中でも上がりのタイムが結構出してたっていうことで、これまたツイッター上なんだけれども、この2頭注目度意外と高かったんだよね、人気よりも。 SNS 上ではなんか重馬場のパワー型の馬場の経験してて、でそこで上がりを発揮してるっていうのが結構評価してた人が多くて、まあ、それの評価に丸乗りした結果だね。でなんとかワイドは的中させることができたと。ただ結果的に本当に4点買いだったから、6番人気8番人気の組み合わせのワイドで3310円かついたからね、結構大きかった。だがしかし結局新山記念で使った分がもあの丸々戻ってきた程度の収支で終わったんで、先週の競馬もそこまでいい結果を残せたとはいけないね。まあ、今週まだ頑張ろうかなっていう話なんだけど、ルメール騎手を乗ってたファインルージュは、まあ、展開に恵まれた感が若干あるっていうような部分もあるようなレースだったらしい。会社で寝泊まりしてたから俺もこのレースも見てないんだけれども、で10ハッピーローズ1番人気福永騎手でに関しては逆にハイペースに伸ばれて最後力尽きたっていう感じだよね。だから1着馬と4着馬に関してはまあ能力はあるんだろうな。福永騎手の馬に関しても負け方はそこまで悪くないっていう感じだよね。はい、結局ハイペースに揉まれて最後力尽きたんだったらあくまで展開に負けたっていう感じだよね。なので久しぶりに馬券を当てることができたと。金牌は全然ダメだったからね。というのが先週の競馬だった。で今週に入って今週がなんだっけ、三条開催になるよね。中山中京小倉か。三条開催になるとさ、なんかいろいろ手出しとったりとかして
軍資金がいくらあっても足りなくなるっていうような状況に陥るからね。結構条件戦とかも勝っちゃったりとかして、このモード面白いな、メモリアルクエスト懐かしい。で、重賞が土曜日に愛知杯、日曜日に京成杯と日経新春杯か。これもね、どれも難しいよね。愛知杯と日経新春杯はそもそも半手戦だし、京成杯は3歳でしょ。だから結局ハンデやキャリア不足などによって各馬の実力差が、本当の実力差が分かりにくくなるっていうような内容だよね。お、愛知杯枠出てんじゃん。やっぱり人気集めそうなのは3枠5番センテリューを、他だと7枠15番シゲルピンクダイヤあたりもそこそこ人気を集めそうな感じがする。あとすると8枠18番マジックキャッスルか。このあたりが人気集めそうだね。愛知杯って牝馬限定だっけ。いや俺もさ2枠だからさ、牝馬限定だなこれ。ただまだね、ツイッターとかも巡回してないし、この段階では何を買おうかなっていう感じなんだけど、まあ、当然騎手だけで見るならルメール騎手は抑えておかないといけないよね。ちょっと待って、俺これ6番人気でどうしろと。ゲームの方ね、勝たないといけないのかな。条件見てなかったわ。ただね、この11番に入った電光アンチも好きなんだよね俺この馬。なんていうかね、ワイドとかで買ってたらたまに来てくれんのよ。逃げ馬の緊張がわからない。とりあえず押していく。オーバーペースって出てきたけど、こいつも内枠のこいつもオーバーペースじゃない。がっつりと引かないと。さあ注目の一戦見ていきましょう。スタミナを温存しながら、そ3番、その後9番、それから12番。ただやっぱり5馬混合のオールカマーで活躍したセンテリオ、まあ、やっぱり主役候補なのかな。マジックキャッスルはね、中華賞あれどうなんだ一体。その外の方14番、結局現4歳じゃないな、あ4歳か、現4歳世代コバになって、デアリングタクト以外の馬ってさ、実際のところ実力どうなんだっていう部分がある。結局金牌でもディープボンドとかそのあたりが負けちゃったし、現3歳世代はコントレイルとデアリングタクトを除いたらなんかちょっと疑問視しちゃうよね。だからあんまり鵜呑みにするのは良くないかもしれないということを考えたら、安定策で言ったらやっぱりシゲルピンクダイヤとかになってくるのかな。バセンテリオとか、この辺りは結局の話、追い切りのとかの雰囲気も見てみないとどうにも言えない部分はあるよね。あ、なんとか1着になれそうだわ。いいですね。まあ、やらないっていうのもありなんだけどね、難しいレースは。それを言ったら今週のレースはどれもやらないっていう結果になりそうなんだけど。京成杯に関してもね、3歳馬、この時期の3歳馬ってクラシックを狙いに行けるような実績とか能力とか持ってる馬って今の時期休養に入ってるからなんとも言えねえわ。けどやっぱりルメール騎乗のグラティアスとかそのあたりが人気集めちゃうのかな。だってこれ馬柱見ててもさ、知らねえ馬ばっかりだもん。予想のしようがない。だからいっそのこと展開とか、あとそれとか枠順とかで決めた方がいいかもしれないね。内枠有利の馬場状態になりそうだったら内から買うとか、そういう買い方でいいかもしんねえわ。実力差が明白じゃねえから。唯一なんか結構名前が上がるようなレースが日経新春杯だよね。
今年は中距離 2200m なんだけど、アドマイヤビルコとかは中距離 2200m っていう条件に変更がプラスになるんじゃねえかなと思うわ。他のところから見るとどうだろう。あとダイワキャグニーあたりも左回りがプラスに働く馬だよね。サンデーポケットとか明らかに左回りに変わったのがプラスに働くような馬から狙っていくっていうのもいいかもしれないね。あの京都金牌がそうだったから、結局蓋を開けてみたら左回り後者が上位に入ってきたっていうようなレース結果になったから、今回もその辺の路線で狙っていっていいかもしれない。まあもともとサンレーポケットが結構好きなんだよね。どこかのレース、どこだったかな、やべ俺ゲームの画面全く見てなかったわ、かかりそうになってんじゃん他の馬を前に置いて折り合いを保とう。どの辺だったかな、新潟記念で3着に来たあたりぐらいの時から、あこの馬なかなか良くないと思って G1 級かどうかって言われたら怪しいんだけど、なんていうか G3 とか G2 の王道路線じゃない左回りの重賞とかで堅実に上位に入ってきそうなタイプだよ。だからこそ今回も狙いたいっていうところはある。サンレーポケットで左回りっていう条件だったらダイワキャグニーももちろん消せないし、ダイワキャグニーだ距離どうなんだろうね、 2200m って距離が。あとスワーブリチャードが勝った時にジャパンカップで6着に入ってんのか。でも 2000m までの馬っていうようなイメージだったけど、あでも過去にはダービーとかにも一応出走してるけど、基本的には2000以下で使われてんのか。2200m っていう距離がどう出るかだよね。ダイワキャグニー、あとはエアウィンザーあたりも好きなんだけど、ここ最近活躍できてないよねもう一回走る姿が見てみたいわ。で里のインプレッサとかも明け4歳だけれども、先ほども言った通り明け4歳、今年の明け4歳で、ね、少しやっぱりどうなんだろうっていうところがある。ただ人気薄だったらちょっと買いたくなる、佐藤のインプレッサは。これ届かないんじゃない、大丈夫かな。このギャロップレーサーっていうゲームはどうしても先行逃げ有利なゲームだから、差し馬の場合まくり気味にレースするのが重要だよね。明け4歳はサドトインプレスアドマイアビルゴあたりか、まあ、アドマイアビルゴは先ほども言った通りこの条件変更がプラスに働きそうだから、まあまあまあまるっきり消すっていうわけにはいかないけれども、超良血の高額馬ってさ、なんていうか話題先行で実力以上の人気を集めることが結構あるから、そのあたりでこういう馬が出てきてるときってさ、どうしても大きいところを狙いに行きたくなっちゃうよね。なんかどんどん過去の馬が出てきてる。3連覇を阻めるライツシャワー、このモード面白いね、本当にスイープ投手か。2004年、もうそんな前か、スイープ投手ってダンスインザムード一本かぶりしてた時か、これもう少し後っていうイメージだったけど、まあこの時期はどうあれ明け4歳の主者をどうするかだよね。で結局アドマイアビルゴが出てきちゃったから、多分この馬が一番人気だよね。で2番人気は多分ベロックスだと思うんだけど、俺ここベロックス1番人気で出てくるかなと思ってたんだよね。だそこれがちょっと少し想定外だった。なんていうかベロックスって王道路線でレースするだけの能力あるんじゃねえかと思ってて、絶対これ去年小倉大賞典に出たの間違いだと思うんだよね俺多分この馬おかしくなるね、この先。
中日新聞愛では休み明け一番人気で復調を思わせる3着だったんだけれども、多分これが高評価されて今回も2番人気とかになると思うんだよね。ギルゴが出てこなければ一番人気だったと思うよ。で俺なんかツイッターでもつぶやいたんだけど、ベロックス日経新春杯あたりに出てきたら面白いんじゃないみたいなことつぶやいたんだけど、で日経新春杯あたりに出てきたら結局は一番人気で3着4着とかになりそうだから、馬券的になかなか面白くなりそうみたいなことツイートしてるんだよね。だからできればね、ベロックスに一番人気で出てきてほしかったんだわ俺。だけどここに来たアドバイアビルゴの参戦で多分2番人気で落ち着きそうだから、なんだかんだ言って実力馬だからね、オッズ的に妙味があるときはあんまり飛ばしたくないベロックスは。だから買わざるを得ないかなとは思うわ。本命にするかどうかと言ったら怪しいけど、お前届かねえじゃねえかこれ。勝ちタイムも優秀じゃない、1分58秒4って。これリトライでさ、直接もう1回できないのかな。あ、できねえみてえだな。だからアドバイアビルゴの参戦がちょっと残念だったかも。もう1回やろう今の、ムカつくわ。クリアできなかったらマジでムカつく。ベロックスには王道路線歩んでほしいなって思うんだけどな。普通に天皇賞春に出てきたら面白いと思うんだけど、どうだろうベロックス。ワールドプレミアとか、あと他誰だろう出てくるとしたら。あ、そうそう、一押しのシングアスとかね。だけどどう考えてもさ、フィエールマンが引退した以上、ぶっちゃけどの馬にもワンチャンあるよね今年の天皇賞春。ぜひとも少し能力的には足りないなっていうような馬でもステイヤー適性があるような馬だったら普通に目指してほしいわ今年は。でベロックスも数少ないそういう馬の一頭だと思うんだよね。まあ、ステイヤーだとは言えないけど対応はできるよね多分。 3200m、 いやそもそも今年の天皇賞春ってどういう条件で行われるか俺詳しく知んねえんだけど、京都競馬場やってねえから距離とかどうなるんだろうね。競馬場は 100% 変わるとして、だから今週の競馬では暑く春っていう風になったら、まあやっぱり少しは馬の情報が出揃ってる日経新春杯っていうことになるんだろうね。早めにムチ入れよっかこれ。やっぱりこのぐらいのペースで来るのが一番だわ。ダンスインザムードも伸びてるけど、結局4コーナーで取ってとまくり気味に上がっていって並びかけるしかないねこのゲーム勝とうと思ったら。というような感じで今週の競馬も難しくなりそうだけれども、もしねこの馬がいいぞみたいなことがあったらね、コメント欄でこそっとアドバイスいただけると嬉しいかな。とそんな感じで今週も楽しんでいきましょう。まあできればね、もう雪降んないでほしいんだけど。会社で泊まりたくねえわ。腰が痛くなるんだよね、腰痛腰だから。一気にたくさん路線解放された。面白い。しばらくはこのメモリアルクエストで遊んでいこうかな。はい。では今日はここまでにしましょう。お互い頑張りましょうね、今週も。あくまでね、年間収支プラスが目標なんで。今年は。去年負けてるからね。ではでは、この辺で失礼いたします。